はい、どうもむくみゆです。今回はですね、太刀を使ったことないけどちょっと使ってモンスター倒したいな、でも太刀難しそうだなみたいな人とか、モンハン始めたばっかりでちょっと操作がまだ慣れないんだよなみたいな人向けに、簡単に、モンスターが倒せる、装備を作ったので、それを紹介したいと思います。まあ一応ですね、ストーリーとか、他のクエスト、普通のクエストは、マルチでできると思っているので、まあ一番操作がちょっと苦手というか慣れてない人で、クリアするのか難しそうなのか、多分ソロでしか行けない盟友クエストあたりだと思うので、ちょっと盟友クエストをまあ簡単にクリアできるようなそんな装備を、ちょっと作ってみました。なので、その紹介と、立ち回りの仕方の、説明をしていきたいと思います。では最初に、装備の紹介からしていきたいと思います。装備はですね、太刀装備で、この知らぬいっていう、マスターランク太刀の中で唯一の、麻痺属性がついた、武器になります。これを使った装備です。で、結構今回はちょっと護石はなしで、組んでみました。なので、結構作りやすいかなとは思います。で、頭はエスピナスの頭でエスピナゲヒルで、銅は、クシャルダウラの銅でクシャナエクスディールで、腕はメルゼナの、メルゼアームで、腰はサージュシリーズの、腰サージュコイルで、足はインゴット X グリーブです。インゴット X グリーブなんてもうね、最初から結構あると思うので特に大丈夫だと思います。サージュコイルだっけ、サージュコイルは、緊急のメルゼナをクリアしたら、ここにいつもこの、歴史学者のパサパトっておじいちゃんいるんですけど、この人に、話しかけると、サイドクエストで、どこだっけな、凶暴たるゆえんっていう、このサイドクエストが受けられるので、これを受けてライゼクス1頭を捕獲すれば、サージュシリーズの、防具が作れるようになるので、まあ、難易度はそこまで高くないかなとは思います。はい。で、次にですね、装飾品とかなんですけど、まあ、今ついてるスキルが、まあ、こんな感じになっていて、見切り6、攻撃4で、麻痺属性強化3の匠が3で、能刀術3、回復速度3は、これは防具でついたやつですね。で、気絶耐性3と、虫使い3で、これはちょっと関係なくて、超回心1で、ここら辺も関係なくて、まあ、あとはひるみ軽減1で、一応マルチでも使えるっていう感じの、装備にしてあります。はい。で、装飾品なんですけれど、装飾品、まず超回心2を1個つけてますね。超神玉2と、達人玉がね4個つけてます。はい。で、これですね、虫使いのスキルが2つくんですけど、これ作るのに、あの開花のクエストの、開花の牙をですね、7個集めないといけないです。なので、これ作るのちょっと大変だなと思ったら、お守りで、あの虫使い2がついてるお守り、スロットなくても大丈夫です。お守りあれば、そっちで代用しても大丈夫です。なので、ここは何も入れないか、まあ、好きな、4スロの、装飾品入れてもいいかなと思います。はい。で、あと匠の玉
さんと、大絶玉が3つですね、3つ入って、あとはひるみ軽減の玉が1個入っています。はい、そんな感じで、装備構成をしております。はい、では早速、この武器を使った立ち回りの仕方を、説明していきたいと思います。この装備ですね、入れ替え技、早替えで、赤と青の章を入れ替える必要はないです。ここ踏み込み切りにしてるけど、抜刀2連切り切りでもどっちでも大丈夫です。使いやすい方にしてください。でここもですね、鬼人無双切りでも、大回転切りでもどっちでも大丈夫です。まあ、使いやすいのは大回転切りの方が、まあ、隙も少なくて使いやすいと思うので、まあ、こっちは、大回転切りの方をおすすめします。であとここはイアイですね、イアイを入れてください。で、このオーカを入れてください。ここはオーカで、ここはもうあんまもう使わないんで、何でもいいです。はい、こんな感じの技を使っていきます。はい、で今回この装備だと、特にカウンターとかはしなくて大丈夫です。もうやることは結構シンプルなので、それだけやればいいと思います。で ZL ですね、 ZL を押すと鉄柱試技というか、虫の技が使えると思うんですけど、まず鉄柱試技虫の技でこのオーカをやります。 ZL 押して X ですね。もうひたすらこれだけです。ひたすらこう抜刀状態でオーカをやっていきます。はい、今麻痺したんですけど、結構これで、麻痺のエフェクト結構入るので、結構麻痺になってくれます。でこれ敵にですね、当たれば入るので、こうザクザクと2回切ってますけど、こうザクザクどっちかが当たれば、入るので、まあ適当に弱点とかも関係なく、当てやすいところに隙があったらこう入れるような感じで大丈夫です。はい、でこれ一応今虫自動回復してるんで減ってないんですけど、1個使います。トレーニング設定でちょっと3にしとこうかな。こんな感じで1個使います。なので1回使って、まあ、3つ全部使って使えなくなったら、次回復するまでは、隙があったら通常攻撃を入れる感じで大丈夫です。ザク、あ、隙があるな、ザクザクみたいな隙があるな、 XA、まあ、XA の XA を繰り返して押せばいいかなと思います。これ一番ちょっと隙が少ないので、はい、 XA をこう押してツンツンしていきます。で、このオーカですね、これオーカやった後こうやって納刀するので結構後隙が大きいです。これをやってると結構モンスターから攻撃を食らってしまいます。なので、このオーカをやった後はイアイっていう技があるんですけど、 ZB でこうやってイアイができます。本来ならこうやって貯めて大ダメージみたいな攻撃ができるんですけど、このオーカをやった後にもうこの時点で大丈夫です。 ZR を押したまま B を押すという、オーカを放った ZR を押したまま B 連打で、はい、このように後付きをなくすことができます。でこのオーカやった後にこのモーションに入ったらすぐ B を押せばくるんって移動がすることができるので、モンスターの攻撃をこうやって回避することができます。なのでオーカをバツ出して Z をしたまま B 連打で、また B 連打、 ZR を離して B 連打ですね。 Z
すれば、結構後隙がない感じで、大川を打つことができると思います。まあ、結構太刀一回でも使ったことある人は、まあ、ここら辺は分かると思うんですけども、はい。まあ、そんな感じで立ち回っていきます。で、今ゲージがですね、赤色になっていますね。名前の下に体力ゲージあって、緑色の体力ゲージあって、その下に黄色のスタミナゲージあって、でその下に刃の形の、ゲージがあると思うんですけど、あれが赤色になっています。赤色になったら、例えば敵がダウンしたり、まあ、もしくはこの麻痺立ちで麻痺が起こった時に、今ですね、ZB を押しっぱなしします。 ZB でこのモーションになったら、もう ZR 押しっぱで大丈夫です。で、方向キー倒してこう B を押すと、こうやってステップができるんで、ちょっと位置が離れてたらこれでちょっと調整をしてください。で、まあ、今ちょっと麻痺取れちゃったんだけど、まあ、敵がダウンしてるか麻痺してるかの時にこれを当てます。すると大ダメージ、はい。で、イヤイを当てた後、ZR を押して、大回転切りにつなぐことができるので、それをやってください。まあ、失敗しても大丈夫です。どうせ、後でこの桜花でゲージ回収できるので、まあ、もしちょっと癖がつく番ではあれかもしれないんですけど、癖がついたらこう居合をやって、ドンドンパンで ZR で、そうするとゲージが1個回収できるので、これをやっておくと非常に便利です。そしてまた桜花をやります。はい。で、また桜花をやります。で、赤になって、敵がこう麻痺したら居合を入れていく。はい、これだけです。これだけできれば大丈夫です。いや、ちょっともしかしたらちょっと難しいなって思うかもしれないですけど、こうちょっとまずね、修練所で、練習すれば多分すぐになれると思います。とりあえず桜花と、この桜花と、この桜花ですね、この桜花と、あとは居合が使えればもうそれでいいので、居合は抜刀中に1回なんか攻撃を入れてください。 A でも何でもいいね、 X でもいいので、で、攻撃した後に ZRB ですね、 ZRB で発動するんで、これをドーンと入れてあげる。で、これ今3回やってますけど、ゲージが、3つないと、赤羽でなってないと3回切れないんで、なるべく、刃の形のゲージのところを、赤にした状態で、居合は放ってください。はい。というわけで、ちょっと次はですね、実戦をしながら、どんな感じで動いていくか、紹介していきたいと思います。はい、というわけで、次はちょっと実戦を入れながら、ちょっと立ち回りの説明していこうかなと思います。盟友クエスト、盟友同行クエストですね。まあ、難しそうなやつ、月光ラージャンを行こうと思います。はい、はい、じゃあ、ガレアスおじさんとの、デートで激おこゴリラを倒しに行きたいと思います。で、このクエストですね、月光ラージャン以外のモンスターがいないので、ソウリュウとかができないので、ちょっと難しいクエストかなと思います。まあ、ラージャン得意な人はねラージャンと2人っきりで嬉しいクエストかもしれないですけどよいしょ。じゃあ、まずは最初に桜花を入れていきます。桜花で、桜花が切れたら、隙を見つけてお尻とかにチクチク攻撃を入れていきます。
あ、やばそうって思ったら全然離れてください。で、虫が回復するまではこんな感じで、逃げながら戦うのがいいと思います。ほんで虫が回復したなと思ったら、次の隙を見つけて、今ちょっと失敗したけど桜花を入れていきます。うわぁ、なんか攻撃直後とかが結構いい感じかなと思ってます。やっぱあともうちょっとであの1回目の麻痺が入ると思うので、でもカウンター攻撃もしできる人はカウンター攻撃も入れるとより早く、ラージャンを倒せると思います。まあ、ちょっとカウンター攻撃なしの、立ち回りをしていこうかなと思うので、はい、今麻痺になりましたね。でこれで居合を入れていきます。まあ、顔が一番いいですけど、あの胴体とかに向かって入れてもいいと思います。ここへ逃げて隙があったら顔を入れていく。よいしょ。あ、これは大丈夫かな、うん、はい。であと虫がこう猫が置いてくれたりしてたらちょっと虫を回収して3つにするとさらに桜花がはかどりますね。でダメージ食らったらちょっと全力で逃げて回復戦目にしましょう。よいしょ。で桜花を入れていきます。隙があったら桜花、もうこの繰り返しですカウンターとかやんなくて大丈夫ですあ、今多分移動かな次は。でたまにこう食らっちゃうので全力で逃げて回復しましょう。そして隙がダウンとか麻痺があったらすかさず居合、居合を入れていきます。で移動だね。追いかけましょう。このやり方だとあの結構安定してラージャンが倒せるかなと思うので、もうやることシンプルですね。桜花を入れて赤ゲージになった時に麻痺したりダウンしてたら居合を入れてあげるという。で余裕があったら見切りとか居合抜刀とか入れてあげるとさらに効率よく回れるかなと思います。まあなくても大丈夫です。入れなくても大丈夫です。お、ナイス。そして倒れたんでここは居合ですね。居合を入れていきます。もう胴体でいいです。胴体に向かって入れて、蹴散らします。で今ちょっと外しちゃいましたね。外しちゃったけど覚悟、まあ、外しても気にせずにどんどん隙を見つけて桜花を入れていきましょう。よいしょ。結構ラージャンはぐるぐる回ってるといいかな。で虫がいないときはこうチク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 しておきます。ほんで一体何するか分かんないときはちょっと様子を見たりしてもいいと思います。いいですね。でダウンしたので居合だけどこれは総流だなで総流したらですね、なるべくまああのモアモアがあるところに行ってちょっとダメージを稼ぐといいかもしれないです。
このマップだとちょっと遠回りしてしまったぞ。どうせ他のモンスターいないので壁ドンするだけなので、あ、ここですね。ここに、こっちだ。よし、これでちょっとダメージを稼いでおきます。ちょっとだけあ、まあできなかったらやんなくても大丈夫だと思いますこれ余裕があったらで、今モンスター当てて私水流当てましたけど爆弾でもいけるんで、ただ壁ドンだけして、でもいいと思う。で今みたいにちょっと麻痺してるけど、あの赤か溜まってない時は、まあ、普通にゲージ上げをして入れてあげていいと思います。まあ、無理そうだったら無理はせずに。わー、これは避けないといけないやつですね。まあ、隙があったら隙を見つけて大顔を入れていくという感じで全然大丈夫です。わお。でダメージ食らったらちょっと応答して全力で逃げて回復で、隙があったら丘。でもし虫があったら虫回収でちょっとあの腕がですね硬くなってる時に腕を攻撃するとカーンってなって結構隙ができてしまうので、なるべくこうお尻を狙うといいです。よいしょ、お尻を狙って殴ってあげます。殴るというか切ってあげます容赦しません。お、いいですね。ここでダウンしたので居合を入れましょう。で基本的に切れ味はですね、魔王でも大丈夫だと思うので、エリア移動した時に削る感じで大丈夫だと思います。これはちょっと居合は難しそうなんで入れないでおきます。でちょっと倒れておいて、ブンブンしてますね。ブンブンしてる間にちょっと回復しておきましょう。お、オコです、オコです。怒りました、ラージャンラーが。これは真ん中にいれば当たらないでこれは腕バーンが来るんで、その後に効果ですね、効果入れて。でこのめっちゃ速いやつはラージャーに向かって横向きに避けると結構いけますね。避けがいけるんで、ドーンで、あ、来ましたね。麻痺が入ったので居合を入れます。よし、でもうちょっとしたら多分ラージャーがです移動はするかなと思うので、よいしょ、あ、そうそう、移動かな。あ、移動しましたね。さあここで削ります。ギリ青まで持ちましたもしあのスキル入れるのに余裕があったら、あの砥石使用高速化とか、強靭研磨とか入れてもいいかもしれないです。結構桜花連発するので切れ味消費がまあまあ激しいまあまあ激しい感じなので、まあ、全然匠さんだけでもいいと思います。あとは犬がいれば乗りながら研ぐこともできるので。うわー、壁際危なー
よいしょ。はい。よいしょ。はい、お尻をツンツンします。で、下がって、ブンブンしてこれ殴ってきますね。で、ちょっと食らったら、回復優先で、でこれは隙が大きいので大化タイムですね。ブンブンして多分、あ、腕が解除されてた。あー、今のはちょっと間違えました。あー、猫が回復してくれる。ナイス猫。猫を回復系とかにしておくとこういう時に重宝しますね。お、獲物に疲れが見え始めました。オーカを入れます。やることは変わらないんでオーカを入れていきます。で、食らったら回復優先で、で移動ですね。疲れたんで多分どこ行ったんだろう。こっち側行ったんか。必ず砥石で研いで、丁寧な仕事だ。おお。最初オーカ一発避けてオーカを入れる。入らなかった。まあ入ったけど、これは避けて回復しようかな。はい、来ましたね。居合の時間です。ドーンでバーン。よいしょ。で、ちょっと虫がいないんで、あ、ちょっとこれ回復かな。回復をして抱きつき避けて、これはあれですね、岩を投げてきますね。で、ちょっとスタミナ回復させて、ぼーっとしてんのかな。お顔入れよう。あー、これは真ん中なら大丈夫。で、突進してくるんで横に避けて、カーンは危険ですね、だいぶ。避けましょう、これ。ブンブンブン。で、これ殴ってくるんで、そこにオーカー。よいしょ。これもオーカータイム。オーカータイム？オーカーチャンスですね。よいしょ。で、これはだいぶ隙があるでお尻にチクチクしときます。よいしょ。これもお尻にチクチク。あ、虫が溜まってきたんで、これをやった直後に丘。よいしょ。危ない。で、丘、まあ、なるべくお尻に入れるとこうダメージがよく通るかな。腕が一番ちょっと硬いんで。はい、これは横に避けます。チクチクします。で、溜まったんで王冠。よいしょ。ちょっと今カウンターをが入っちゃったんで、これは殴った後に置くかな。腕硬い時はね、あれなんで絶対ダブってくるんで。で、ここで、イエーイ。お、弱ってきました。もうこうなったら、落とし穴で捕まえてもいいと思います。とりあえず最後までやってみます。追いかけましょう。と研いどこうか。
常に手入れは怠るな。さあ移動して、そうですね、今白だから丘2回入れたいですね。丘をお尻に出ます。おー今カウンターだった。あ、ナイス回復、猫有能。お、なんかあれかな、 V 破壊したかな。もう殴ってくる。お尻を刺します。これは結構隙がある。お尻をお尻を殴って、あ、これちょっと離れた方がいいな。はい、あれですね、もうドクロ出てるんで、落とし穴ある人はここでもう捕まえちゃってください。よいしょ。ちょっと怪しそうだなと思ったら桜花は入れない方がいいと思います。ちょっと待ってもいいかなと思うんで。よいしょ。さあ、あ、角どっちも折れてるな。あ、でここに虫があるんで虫回収します。で桜花を入れて、お、しびれガスガエルがあったな。でこれはドーンした後に桜花かな。よいしょ。はい、容赦しません。もう一回ぐらい麻痺してくれたら嬉しいですね。力を。さあこれはちょっと、あ、これあれだな、ボカーンやった後に桜花を入れられるタイミングでしたね。これもボカーンやった後に桜花を入れて、あー倒しました、ちょうど。なんか今掴めてたような気がしたけど最後。さすがだな、さすがだな。まあちょっと今20分くらいかかりましたけど、でもまあこれでこの戦法だったらこの装備で安全に戦えます。今一回もカウンター使ってないんで、あらーちゃんハートくれた。なのでタチの、タチってカウンター武器って言われてるんですけど、カウンター苦手な人でも多分この戦い方なら、結構な強敵は大体倒せるんじゃないかなと思います。まあ時間はかかるかもしれないけど、であとあの今回はちょっと作りやすい装備を目標に作ったので、あの5石とかは全く使ってないんで、5石いいやつとかあればもっと、火力系のスキル積んだりとかもできると思うので、もうちょっとあの効率よく倒せるかもしれないです。うん、はい、というわけで、まあ、ちょっと操作苦手不慣れな人でも、簡単に倒せる太刀装備でした。はい、いかがでしたでしょうかね。はい。もしなんか、あ、真似できそうだなと思った人はぜひ真似していただけると嬉しいです。はい、というわけで、今回はここら辺で動画を終わりたいと思います。またなんかあの使いやすそうな装備とか、なんか強そうな装備見つけたら動画にしようかなと思います。見つけたら。はい、では最後まで見てくれた方ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは、さようなら。